はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。はい。何？何それ？これね、うん。負けちゃった。どういうこと？誰に？カミソ誰に負けたの？カミソリ以外にあります？ いや、わかんない。ヤンキーに負けた。ちょっとやられないでしょ。親指とかで トグロみたいな、この切ってやられないでしょ。やられてないです。カミソリに負けたんですよ。はい。カミソリ負けしてんだ。ここのザップです。関係ないじゃない、全然。ここのザップです。全然関係ないじゃない。計測です。ザップ。まあそうです。全然まだ始まったばっかですかね、12月が。はい。計測していきながらということで。やっぱザップのね、ここもまた安心して見れますけども。はい。ここ見るのもちょっと久々かな。あれそうだっけ？あ、そうかな。うん、多分。結構ね、ヤグラとアサリばっかだった、確か。ああ、そうか。で、エリアちょっとやって。エリアの文句言って。そう。で、ヤグラいいなつってからのここだから。そうだ。今回も感想を聞きながら行きましょう。はい。さあ、マビ。はい。さあ、マビの矛ですね。さあ、こちらの矛もね。はい。なかなかこれは久々に見たりするけど。なるほど。はい。カーボンにボトル、そして、プチザップ。まあ、どっちも光栄なし。うん。で、こっちは、一応、まあ、バリアブルローラーをローラーとするならば、ローラブラですね。バリアブラまでも一応濡れますからね。ブラブラと違うんだけどさ、ここいるわけないでしょうなんて思ってるところにこう行っちゃうわけですね。はい。これは嫌ですね。上手い人ならここ持っても積んだりもするんだけど、あ、これ大丈夫だ。一人帰った。さあ、これは前行っちゃいましょう。前張っていく。そして、横入って、寿司に打ち合い勝っていく。いいですね。さあ、だが、逃げたね。2人。いいよ。しかし、ローラだ。さあ、結構ね、今のは30代ぐらい行ってもいいぐらいの初手だったんですけども、やはりね、ここはノラマッチ、ガチマッチの難しいところで、味方もね、自分もね、あ、これまーず。はっ、どこにいるかをね、伝えづらい。さあ、ここは一旦戻って、まあ、せめて登らせないようにしたいね。登っているナイス。いいね。まあまあ30代までは全然平気。さあ、こんな中、持たないね、味方。さあ、ここはちょっとここ道に、ここ道、ここ持ちに、ちょっとシフトしていきましょうか。プレッサーいいのか、落としとこうか。プレッサーは厄介ですね。さあ、左側で落とした。何がプレッサー？ボトルか。ボトルですね。ボトルガイザーがフォイルじゃない方、プレッサーの方ですね。はい、プレッサーシールド。あれのプレッサー使う人あんまいないからね。確かに久々にフォイルじゃない方みたいな。まあ今だとやっぱあいつだね。あのジェットがやっぱ主流だね。ジェットスイーパーでいいやってなるもんな。どうしてもシールドが欲しかったんでしょうね。もしくはもうボトルのメインが大好き。さあ、こんな中でいいですよ。やってってる、やってってるよ。54は余裕でしょう。さあ、ナイス誘導。31、おいしいね。さあ、ですがこれは止まっちゃったかな。あ、いや、飛んでますね。いいとこ飛んでるよ。飛ぶのはいいけど、さあ、そこから何が起きるかを見ておく。あと右側が怖い。え、待って、味方カバ来ない。つったと、ね、体出してたね。味方カバしてくれると思ったらしてくれなかった。うわ、ちょっと、ああ、見てる位置わかんないからな。さあ、ですがここはまだまだ、ね、登らせるとだるいんだよな。ノバが頑張ってる。さあ、ここは一旦ここ入れたくないね。はい、一人いるね。あと右端とここ、うん、あんま入れて、あと右端、おこの辺にいる。いけるんか。いた、あー、帰った。さあ、こういう右上から撃たれるんだ。索敵が最高ですね。やっぱ大事ですね。早く割んないと
さあ、ニオチ。ニオチの状態、見てましたねー。ですが、打ち勝てる。それがカーボン、そういうところ。そうですが、こっちを絶対にやりに来るから、一旦逃げると。はい、危ねー。いいよ。さあ、ですが、どうしようかなー。ジェットパック出て。入れたくないよね。ここは抑え込みたいね。さあ、いいよ。さあ、そして、戦ってもらって、はい。ちょっと時間稼げますか。あと30秒。そこの下にカーブなんです。ちょっと。見てるよ。ここ時間稼ぎです。いいですよ。すごくいい稼ぎだ。ジェッパーが怖いね。ジェッパーが怖い。ジェッパーは来てほしくない。ジェッパー来るから。上がってきたね。手前まで入りました。うわ、もう上がってきた。ナイス。思い切りがいいね。うん。まあ、カーボンですからね。まあ、あそこ倒さないと勝てないから、相手は。いい突っ込みだった。いい判断。しかし、やはり手厚い。さあ、というわけで、これは31。しっかり押さえて。あ、出た。OK。いいね。いいアーマーの使い方だね。まあ、ゆっくりね。ゆっくり勝ちましたね、この試合は。そうですね。時間かけて。やっぱカウント見るの大事だね、本当に。31ならここら辺までで止めたいとかっていう。はい。目星をつける。いいですね。ちょっと次の試合からも、ちょっとスローでいきます。ペースを。なるほど。はい。はい、チョウザメ。はーい。さあ、チョウザメ造船でございますけども。さあ、こっちの方向もね、スローリーに。スローリーに行きますか。はい。相手のザップ、そして、リール D、ロング、そして、ローラーですね。はい。ロング勝つためではない。計測中かなっていう感じの。人が集まりましたね。カスタムじゃないロングも結構珍しいんだよな。あ、これまーす。届かねえわ。全然届かない。全然届かない。やりに行けないときはちゃんと守る。いいですね。さあ、右側。これはやられてるときはしっかり。ただお互いに落ちだったんで、はい、あーでもターン落ちる。さあ、こここそゆっくり。こういうときにね、先走っちゃってこう、味方より先にやられちゃうのがよくないね。うーい。うわはははまあ、それしゃあない。俺の位置が悪かったから。とりあえず、バシャッとこう、ここにいたね。リスポーンから敵が帰ってくる状況であの位置は良くなかったかも。絶対にクリアリングすべきところですかね。多いですね。はい、この居場所も奪っていく。さあ、無理やり登りたいところでしょうけども、あと残り1人で。当たっちゃったんだけど。やった。体が出ていた。当たっちゃった。もったいないことしたね。少し前に出ていたね。しかも手前になんかやってますね。なんかいますね。残り1人は手前にいたんですね。さあ、ですが、ナイスですよ。ナイス X。ここは、いいですね。割って、アーマー入って、前行って、ドゥーですね。下がる。一回下がります。ここは無理しない。ジェッパーをしっかり、いやー、いい。しかし、シュッと。シュッと。あとローラーが先輩かな。はい。さあ、ここは、回って。ああ、いいですね。押さえて、さあ、これは、ぐいっといっちゃいましょう。ローラーも死んでる。あら、これはもう、取れる分。はい、取れる分。はい、取れる分。はい、ない。取れる分、取ると。さあ、こうなったらもう、こっからはかなり、あ、いや、待て。この速さ大事だからね。どうだ？うん、ナイス。スローリーどころだ。ああ。ナイス。もう終わらしちゃいましたね。うん。いいね。今の試合のスローリーはどうだったの？え、何が？スローリーな部分はどうだった今の？いや、もう全体的にゲームスピード落としてますよ。あ、本当に？うん。毎回リスポーンからゆっくり帰ってって。はいはいはい。一回一回の攻めを大事に。やっぱそうするとリスクが減るわけね。まあリスクは減りますね。なるほど。うん。はい、ちょっとダメ。オッケー。うん。チョウザメっていきましょうや。さあ、チョウザメやっぱね、スローリー、まあ、スローリーにやると、相手にがっつり詰め込まれることも、
攻め込まれることもちょっと減らせると。いったー、相手プレッサーか、うん、でこっちはミサイルの方も、 あれミサイルの方かジェットスイーパー、うん、あれミサイルの方だな。こっちはね、相手は雨降らしの方。さあ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 、ローラー活かしましょうか。お、なるほど、ローラーが動きやすい世界を作る、うん、これはね、いいですよね。それだけ味方に期待値が詰めるですが、おお、ありた、うわ、いいよいいよ、さあ前押してるよ。さあローラーがいった、ナイス、打ち、ああいいですね、奥の方で、透明な、いいかな、右から来てて、飛んだら多分、うん、ジェットスイーパーの邪魔になるんで、なるほど、奥持ちされてるんで、あららら、これはね、止まらなくて、はい、全然これも何の問題もないです。うん、まあ何より続かないし、あ、これ右、まあ、ポジティブな見方すれば一人を絶対に倒すことができたってことだよね。あ、まあいいです。さあ、まあ入って、はい、右奥と中央にザ、チャーやります。はい、これ終わりやります。はい、あ、もうやってるね、うん、ナイスだね。あとお風呂、あ、出発、はい、うん、ああやったね、ボムで、ボムの端っこで。さあでもやられてる、なんか手前で、うん、手前やられてるけど、うん、まあ仕事はこっち側、うん、こっちの仕事します。さあだがこれちょっとそのデュアルは大丈夫か、そのデュアル取れるか、うわっ、ピンと。さあだがいけるよ、ナイスだね。はい、リールが俺の方向いてくれれば最高。はい、あ、リールだ、プロも見てるね、二人見てるね、こっち、うん、あ、立体、うん、なんか一人で暴れられてんのかな、なんかね、一人誰だろうな、なんだなんだ、やったー、あー、ザップかな、ザップが今のところ合ってなくて、しかもか、そうだね、うん、絶対カウント取れる状況で取れてないからね、今一人がね、ちょっと優秀なやつが、優秀なやつがいるかもしれないね、相手が飛びますね、うん、あ、この位置良くないな、あそこの位置はね、低いんでね、やられちゃうんですよ。なるほど、うん、左にリール、中央にお風呂、ザップが左奥、うん、リッターは奥に高め、はい、見えております。リールからやりに行きます。はい、お願いします。さあ、やれるか、ガーナイスですね。さあそして風呂やりたい、見てますね、風呂、こっちのこと、風呂が気づいてる俺のこと、うん、じゃあやれてる、ああナイスですね、いいミサイルだ。さあそしてバレる、うん、見られたのは、ビールですね。さあですが、ここは三河まで無理やり入ろうかな、あ、ザップ、これ無理だ。さあ、ザップがやはり、お、リッターをやってる。さあ、あー、しかし後ろにリール。ジェットパックがいます。さあ、後ろ塗ってあげる。ナイス？何してんの？またもややられてるか？持ってない。持った。リードができない。なんかずっと邪魔されてるんだね。さあもうこれ邪魔と3押してるからね。はい、もうこれはもういっちゃってください。全然。全然。謎試合ですね。まあザップが多分抜けて止めてってやられてたのかな。うん、だお互いだからザップが結構暴れてたのね。うん。一番前でザップ。まあああいう時ね、矛持つ人はね、俺の前出てる人の位置見て、うん、敵の位置把握すれば、その矛って安全なルート。まあそう、ね。切れるから。そう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 。はいはいはい。行ってもらうのが一番いいんですけど。単純に後ろついてくればいいんだよね。生き残ってる。勝ってる味方の。そうなんです。後ろに黒が引いてる。黒がそこ。多分俺のこと気づいてるけど。ナイスですね。ビール、あと一発だね。ごめん、俺ちょっとヘルスないんで一回引きます。お、ここは。無茶してやられるぐらいなら行く。あ、これまずい。あ、オッケー、ミスった。あー、危ない危ない。これ登られたら危なかったね。うん。さあ、今の1回のあの操作だけで、オッケー、おる、うん、あの操作だけでね、勝敗が決まってしまう。そうなんですよね、このゲームね、うん。さあ、というわけでもうこれはあとは前線で、オッケー、
わあ、なあ、はい、いいんじゃないでしょうか。いいでしょ、ゆっくり飼ってるでしょ。いいね、常にね、その、うん、落ち着いて見てることによってこう、あれは何が起きてんだ見に行ける、うん、まあ、パワーがね、あの計測中で今2300とかだから、うんうんうん、まあいけるけど2600、500、600、700、まあ、600、700ぐらいになるともう、うん、体感でやるしかなくなってくるんだけど。なるほどね。そうそう、もうちょっと1か8かが増えるわけだ、うん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 、はい、天美術大学にて今日の週いきましょうか。はい、まあ、今日の集大成を集中して見せる試合、それが今日の週。今回はじっくりゆっくり見ていくタイプの矛、はい、どうしようかな。さあまずは左側、はい、左側、足音残さない、見てないかな、倒したかったけど、これは一回引きます。はい、一旦戻りましょう、はい、せめて40カウント台ぐらいで止めてね。はい、あーでもスーパー上がってますか。あー、下がらざるを得ないよ、うん、あーはい、オールしたんで前出ます。はい、ちょっとゆっくり引いてましたけど、チャンスなんで。さすがにオールしてるときはね、前に出ざるを得ない。さあ、戻ってきたのはいいが、もう敵が侵食してきてるぞ。それは厄介ですね。光栄なはずが、前衛並みの近距離での戦いを強いられる。そしてさあ、護衛に戻る。で、護衛に戻る。さあ、このウルハン、うん、いや、カウント取れないんだよね。ほぼ真ん中でやられましたね。さあ、これはカウントが取り直し。あーというか、なんかなんならちょっと怖い。一旦帰りましょう。さあ、リードはしてるけど61。あー、もうあれ、もしここやりに行きます。はい、ナイス判断ですね。さあ一気取りますね。アーマーの上でやるね。うぅー、いやー、相打ち。さあ一応でも相打ち、人数有利は取ってるはずなんですが、さあまたもや振り出しですね。骨が折れるね。ゆっくりやろうにも無理くり奪いにいってるな、あいつ。で下がらせて、待って、さあ当たらない位置までいけたか。戻って、多いですね。なんか当たった。さあ、おいしいじゃない。さあ、若葉の位置はなんとなく分かってるかなと。青みじ、落ち葉です。俺が間違えちゃいけない。あ、さあ。やっぱ大きくはつまないね。どうしようかな。ガッとね、進まないことには逆にちょっとやりづらいよね。ここも持ちたいし、はい、前にも出たいしっていうチームなんだよね、このチーム。どっちつかずな人が多い。これ、あー、これ最悪。さあ、手前で止めてる人が一人やられた。もう一人やられた。まずいぞ。53じゃ入ってくるぞ。さあ、よく止まってくれた相手。とりあえずリード。あー、止まんねえ。止めれるかな。ナイス。ナイス。相手が結構とりあえずリード系だったら危なかった。持つ人持ってる。うん。さあ、左側。引いてんな。いや。いやですね、トーピード。どうしようこれ。さあ、こうなりますと。ナイス、初めてナイス玉送ったかもしれない、一人。え、そう、ナイス玉出てからもう1年ぐらい経つけど、そんなに上げてなかった。いやー、クソ、やりたかった、ね、こうやったらでかかったけど。そうだね、バレルはやっぱね、ちょっと厄介だな、あそこにいるバレルは。さあ、でございますけども、残り1分。今守り俺が鉄壁で通さなきゃ勝ちかな、うん、もうここまでいったら。なるほど。さあ、こここそ一番じっくりゆっくりやるべきところ、しっかり止めたい。ナイスですね。そしたらあとは
生き残りたい、はい、戻って上投げて、うん、さあこれいいここはトンネル、トンネルで割って左持ってきます。なるほど。さあそして残り20秒、場合によってはもう完全に20秒持ち続けることも可能な場所ですね。あら、さあこれは即爆発しに来てるけど、そんな悪い落ち葉をやっちゃって、そしてあとはもう入ってこれないこの籠城はね、本当にああもう笑顔を送っちゃってる。スプラトゥーン最高ですね。うん、ですね。こういうとこ直さないでほしい、ずっとまあこういうのがやっぱ面白いからねそうそうそう、うん、作戦があるんだよね、ちゃんとね、ステージによって面白い部分がいっぱいあると、はい、うん、いいじゃないですか、うん、うん、今日はなかなかゆっくりめでしたけども、うん、落ち着いたプレイで、うん、勝利をつかみましたね。はいはい、というわけで、はい、今回はガチ歩行をやっていただきましたが、うんうん、はい、やっぱ安定する動きっていうのは、うん、往々にして強いですね。そうですね、やっぱこうまあパワー帯にもよるけどね、本当に途中で言ったけど、うんうん、上になればなるほど、はいはい、ゲームスピード上げないと後手後手になっちゃうので、うんうんうん、まあ X の2400ぐらいまではこの感じで正直ずっと動けるんだけど。なるほどね、うん、まあそっか、上に行ったらもうそのゆっくり見るかなんて言ってる人、言ってる暇はそういないんだよね、うん、前に来るから相手も、はいはいはい、そうそう、まあでもやっぱりこれぐらいのパワーだったら本当に監督、うん、監督、前衛中衛後衛監督の監督をやれると、監督のね立ち位置で動くと、うん、そうそうそう、まあでもそれがそれが一人いるだけで、でもね、味方はちょっと安心感あるだろうね。まあね、ガチマッチだとね、特にうんうんうん、うん、そういうのもできるようになれば、まあ、ザップの造形も深まると。そうだね、なので、皆さんちょっと監督型ザップ試してみてください。お願いします、はい、というわけでまたお会いしましょう。さよなら。はい、さよなら。チャンネル登録お願いします。